てんてんでれって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 んてんでれってってってラジオ体操第一関節、ここしか動かしません。どうもたくあんボーイです。本日は45日目でございます。早速ですけどもやっていきたいと思います。まずはじめにこちらですね、無印良品の化粧水と乳液使っていきたいと思います。化粧水の方はね、しっとりタイプというものをね現在使っております。染み渡る乳液は最近高保湿タイプに変えました。前まではしっとりタイプだったと思うんですけど、ちょっと乾燥がねこの冬の時期ひどかったので高保湿の方に変更しました。もう乳液も化粧水もねこの首の方まで僕はつけちゃってますね。方が喜んでおります。僕も嬉しいです。そして、今回ですね、いろいろとメイク道具新しいものが入ってきたので紹介していきたいと思います。プリマビスタの化粧下地でございますね。なんかうーのと比べると水っぽいですね。非常に伸びる、めちゃくちゃ伸びます。うーのと違うのはベタつき感がないですね。すごいサラサラな感じになります。ジョンセンムルのこちらはメディアムですね。おー、つきやすいですね。今まではブラシでやってたんですけど、このタイプは初めてで、あ、いい暗さですね。なんか僕肌白すぎるので、ブコンシーラーの 1.25 っていうやつですね。はい、ノーセバムのミネラルパウダーを最後につけて化粧をね落ちにくくするという効果は絶大なはずです。アイブロウ、まあ、これはいつものですけども DTRT のアイブロウですね、入っていきたいと思います。タクワンボーイ、野球選手のやつで眉マスをつけていきます。アイシャドウですね、描いていきます。ダブルラインエクスパート、これで涙袋を作っていきます。よりぷくっと見えるんですよね。アイラインを描いていきます。ハイライターとシェーディングをつけていきますけども、デジャブファイバーウィング、マスカラですね。いつも見てる YouTube のメンズメイクのイジチさんっていうね方がいるんですけど、その方がおすすめしてたマスカラなので、まあ、めちゃくちゃ伸びるとか言ってたんで、ちょっとね使ってみたいと思いますけども、開け方が全然わからん。どうやって回すタイプでした。下からつけるのかな、上からかな、どうやって。ジョスティーラスティングティントっていうリップです。リップ、はい、これもあの YouTuber のイジチさんが紹介してたリップです。これね、アップルブラウンっていう色合いなので、ちょっと使ってみたいと思います。めっちゃリンゴの匂いする。いい感じの色合いだと思います。はい、お待たせしました。ということで本日はこんな感じでございます。非常にね前髪が暴れまくっておりますけども、新しくねメイク道具入ってきました。だんだんとね新しい道具にも慣れていこうかなと思います。それではまた明日もご覧いただけたら、リップいい感じ、はい、ありがとうございます。シェイシェイついでにごいダンスよいしょ。